皆さん、はじめまして。怪談作家のジュリンダと申します。今日はよろしくお願いいたします。余震が続く中、ね、結構大変な思いして来てくださったかと思うんですけど、この会場ではちょっと地震のこととか忘れて楽しんでいただければと思います。私、怪談作家なので、いろいろ不思議な話とかを書いてるんですけど、実際にいろんな方からその体験談とかも集めてるんですね。今夜はその私が集めた不思議な体験談の中から、いくつか皆さんにご紹介させていただきたいなと思います。そうですね。まず最初に、では人形についての話をさせていただきたいと思います。一応体験談は他の方から聞いてるんですけど、一応私がその体験者になったような、そういうつもりで語った方が結構恐怖がダイレクトに伝わるかなと思いまして、じゃあその体験された方の気持ちになってちょっと語ってみたいと思います。おじいちゃんは戦争に行った経験がありました。しかし、どういうわけかおじいちゃんは戦争の話を一切語ろうとはしなかったんです。そして夜眠るのを非常に恐れていたんですね。なぜなら夜目をつぶると戦争の忌まわしい記憶がよみがえるからということだったんです。そんなおじいちゃんはあまり人付き合いもせず、ただひたすら人形を集めるのを趣味としていました。フランス人形、市松人形、全国各地からたくさんの人形を買い集めて、すべて大切に手入れをして、まるで我が子のように毎日人形に語りかけていました。今でも覚えています。おじいちゃんの部屋には恐ろしい数の人形がすべてガラスケースに大切に入れて飾られていました。私たち家族は人形の部屋と呼んでいました。そして夜になると、おじいちゃんはその人形の部屋の真ん中に布団を敷いて、大好きな人形たちに囲まれて眠ったのでした。ある朝、おじいちゃんはいつまでたっても起きてきませんでした。不思議に思った私が、おじいちゃんの部屋のドアをノックしました。コンコン、おじいちゃん、コンコン、おじいちゃん。返事がありません。中から誰かのすり泣くような声が聞こえます。おじいちゃん？私はドアをそーっと開けました。するとそこにはおびただしい数の大好きな人形たちに囲まれて、真っ赤に充血した目をカッと見開いて、布団の中で死んでいるおじいちゃんの姿がありました。不思議なことに、ガラスケースの中の人形はすべて後ろを向いていました。まるでおじいちゃんの亡骸を見たくないかのように、という不思議なお話でした。では続きまして、またある女性が体験したお話をさせていただきます。タイトルは「八百万」っていうんですね。800万と書いて「八百万」っていうタイトルなんですけど、
まあ、ちょっと女性ならではの不思議な体験かなっていう感じで語らせていただきます。数日前から全身の倦怠感に襲われ、なんとなく股間がシクシクとむずがゆい。仕事も忙しく、そう簡単に休むわけにもいきません。その上、対人関係のストレスも重なり、体は悲鳴を上げ始めていました。休日の朝、起きた途端、ものすごい肩こりと腰痛で、もう全身がきしむような感じだったんです。私はもう這うようにして、通いの接骨院に行きました。その接骨院にはもう6年ぐらいお世話になってるんですが、実はそこの接骨院の先生はものすごく腕がいいんです。元はですね、姉の紹介で行ったんですけど、実はその姉はですね、膝の靭帯が伸びていて、本来なら人工関節を入れなければならないほど悪いんですけど、整形外科でもそう言われたんですが、その接骨院に通い出してからは未だに人工関節は入っていません。私は早速接骨院の先生に症状を訴え見てもらいました。すると先生は私の腹部のマッサージを始めました。するとその瞬間ですね、お腹のあたりに奇妙な痛気持ちよさが走りました。その瞬間、生温かい感触とともに、私の股間からボワンという黒い煙が出たんです。そして、ピーヒャラドンドン、ピーヒャラドンドンという賑やかなおかぐらが流れてきました。何か私の股間からわさわさと小さいものが出てくるんです。驚いて自分の股間を眺めてみると、なんと、お稲荷様、竜、天女、おしら様、狛犬、なまはげといった行く合いに、いろんな神様が楽しそうに舞い踊りながら出てきたんです。私はすっかり驚いてしまいました。しかし私の驚きをよそに、先生はなおも腹部のマッサージを続けていました。そして最後に豪華な牛車が車輪をきしませながら空中へと消えていきました。その後、不思議なことにまるで嘘のように体調不良がなくなり、体も軽くなり、股間のむずがやさもなくなっていました。あっけに取られてる私に先生が言いました。そりゃあんなにいっぱい入ってたら具合も悪くなるよ、というふうな不思議なお話でした。まあ要は、まあ中にいっぱいいろんな神様が入ってたっていうことなんですけど、ね、お守りでもいっぱいいろんな神社からもらってきて固めておくと、なんか神様同士が喧嘩するっていうから、多分そういうので具合も悪くなってたんじゃないかなとか思いましたね、そのお話を聞いて。では、次はですね、またある女性から聞いた不思議な体験なんです。玲子さんの故郷の村では、毎年冬になると、寒修行のお坊さんの一行が現れました。真っ白な雪が降る中、傘をかぶった白装束の集団が、チリンチリンと鈴を鳴らし、ドーンドーンと太鼓を叩いて、お経を唱えながら練り歩くんです。それは幼い玲子さんにとって、とってもなんか恐ろしい光景だったといいます。だから寒修行の一行に出くわすと、玲子さんは慌てて家の中に入って、玄関の扉を閉めて、鍵を閉め、寒修行の一行が通り過ぎるのをじっと待っていたといいます。ある日、
玲子さんは一人でお留守番をしていました。するとチリンチリン、玄関の方で鈴の音が聞こえました。玄関の方に行くと、なんとそこには看守業のお坊さんが立っていました。お坊さんは玲子さんに向かっていきなり、このうちに内臓が悪い方はおられませんか？と尋ねてきました。玲子さんは思い当たる節がなかったので、いません？と答えました。するとお坊さんは、そうですか。実はこの辺りは回る予定はなかったんです。しかしどうしても気になってこのうちに来てしまいました。ではとりあえずこのお札を置いていきます。いえ、気になさらずにお代は結構ですから。とお札を玲子さんに渡して、またチリンチリンと去っていきました。お母さんが帰ってくると、玲子さんは、今日看守業のお坊さんが来て、お札を置いていった話をしました。お母さんはそのお札を受け取ると、まあ、じゃあ大事に神棚に飾っておきましょうかね、と言って、家の神棚にお札を飾りました。夜になって、玲子さんのお父さんが仕事から帰ってきました。そして神棚のお札を見ると、なんだこれは、とお母さんに言いました。するとお母さんは、今日看守業の方がお見えになってお札を置いていってくださったのよ、とお父さんに言いました。するとお父さんは、変なものもらうなよ、と言いました。玲子さんのお母さんはとても信心深い方だったんですが、お父さんは神や仏の姿を全く信じない、神棚にも手を合わせないような人だったんです。みんなが寝静まったその夜、お父さんの苦しそうなうめき声が聞かれます。慌てて駆けつけると、なんとお父さんがお腹を押さえてのたうち回ってるではありませんか。お父さんはそのまま救急車で搬送されました。診断の結果、なんとお父さんの腸壁に魚の骨が刺さっていて、そこが炎症を起こして化膿してるってことでした。お父さんはそのまま手術、入院することになりました。ある夜、お父さんは病室で一人で寝ていました。するとチリンチリンという鈴の音がどこからともなく聞こえてきました。消灯時間とっくに過ぎてるのに、一体誰が鈴を鳴らしながら歩き回ってるんだ。なぜかその時お父さんの脳裏には、鈴を鳴らしながら病院の廊下を歩く宅発僧の姿が思い浮かんだそうです。突然鋭い視線を感じました。驚いてベッドの脇の窓の外を眺めると、なんとそこには傘をかぶった白装束の坊さんたちがずらっと並んでいたんです。ここは3階、窓の外に人が立てるような場所はありません。坊さんたちはお父さんのことをじーっと見つめ、そしてチリンチリンと鈴を流しお経を唱えました。
願自在菩薩行人般若波羅蜜多。お父さんは恐ろしくなり、うわーっと叫んで、チューブがついたままガーンと窓ガラスに体当たりして粉々に割ってしまいました。その騒動を聞きつけて看護師の人が駆けつけて、もう病院中大騒ぎになったそうです。翌朝、玲子さんのお母さんは、弁償しますからと先生に謝ったそうです。しかし先生はその言葉を遮るように、いや、いいんですよ、たまにいるんです、似たような患者さんが、と言って笑って許してくれました。その事件の後、お父さんに変化がありました。なんとそれまで神棚に手を合わせなかったようなお父さんが神棚に手を合わせるようになったんです。この間はお父さんと一緒に神社巡りの旅行に行ったんですよ。そういう玲子さんの顔は嬉しそうでした、という不思議なお話でした。では次はですね、ちょっと、まあ、都市伝説的な、不思議なお話をしたいと思います。これもある方の体験談なんですが、その方が、まあ、大学の時の体験談だそうです。大学の時入ってた寮です。実はその寮には不思議な伝説がありました。満月の夜の深夜3時、寮の3階の廊下にダッシュババアとジャンプジジイが現れるというんです。見ればわかるさ。ある満月の夜、先輩から誘われました。半信半疑だったんですが、まあ興味がないわけでもなかったので、私は先輩と一緒にダッシュババアとジャンプジジイの見学をすることにしました。不思議なことに寮のみんなはもう慣れっこだったみたいなんですね。出現するという3階の廊下のベストポジションで、私は先輩と共に軽く飲みながら夜が更けるのを待っていました。そろそろ3時や、先輩がそう言いました。私はドキドキしながら待ち構えていると、トタ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 、廊下の暗闇の向こうから足音が聞こえてきます。誰かがこっちに向かってものすごい勢いで走ってくる。だんだんその姿が見えてきました。なんと一人のババアが着物の前をはだけさせ、白髪を振り乱し、裸足でダッシュしてきたんです。キーッというすごい奇声を発しながら猛烈な勢いで迫ってきます。私は圧倒されて先輩の方を見ました。すると先輩はニヤニヤしながら眺めてるんですね。ババアはそのまま速度を緩めることもなく、廊下の突き当たりの壁をズボッと通り抜けてしまいました。さあ早く、私は先輩にせかされて窓を開けて慌てて顔を外に出してみると、なんとババアは着物をひらひらとはためかせながらゆっくり地面に落下していく様が見えました。このままだとババアが地面に激突しちゃう、そう思った瞬間でした。裏間の方からピョーンという黒い影が飛んできたかと思うと、地面すれすれのところでババアを見事にキャッチしたんです。なんとそれは一人のジジイでした。そしてババアを抱きかかえたまま、またピョーンと裏間の方に飛んで戻っていったんですね。
私はたった今見たシュールな出来事、なんか信じられないような気持ちでいて、先輩に尋ねてみたんです。やつらは一体なんでこんなことをしてるんですかね。先輩は、まあそれが、まああれがやつらの愛情表現なん違うとか言ってました。空には美しい満月が輝いていました。まあちょっと、面白い不思議な話ですね。まだもう少し時間があるみたいなので、じゃああともう1話不思議なちょっと神秘的なお話をさせていただきましょうかね。これは実際に私が聞いたお話です。たまたま乗ったタクシーで、私は運転手さんに、何か不思議な体験はありませんかと、尋ねました。すると運転手さんは、金縛りのお話を一つ教えてくださった後、ああ突然思い出したように、あともう一つ不思議なお話があります。口移しっていうのを目の前で見ましたよとおっしゃいました。口移しって何ですか。私が身を乗り出して尋ねました。実は運転手さんは、幼い頃四国に住んでいたそうなんですね。その時の友達に忠義くんっていう男の子がいたそうなんですが、実はその忠義くんですね、原因不明の皮膚病にかかってまして、非常にまあ重い皮膚病だったそうなんですね。まあ皮膚病を治すために、まあご両親は、忠義くんのご両親はですね、いろんなところに行って見せたり、大学病院とかにも行って、で効くと言われる薬はもう全て試したし、もう全国の寺社仏閣にもお参りしたそうなんです。まあとにかくありとあらゆることをもう必死で試したそうなんですが、一向に良くならなかった。それどころか症状はどんどん悪化していきました。皮膚は膿みただれ、悪臭を放つぐらいまでなっていたそうです。見ていて本当にかわいそうだったそうなんですね。ある日、運転手さんの弟にゆうじちゃんっていう子がいたんですが、そのゆうじちゃんがなぜかですね、これも原因不明の病気で、なんか頭蓋骨の骨が陥没するような、なんかそういう奇病で亡くなったそうなんですね。で、深夜ですね、真夜中、そのゆうじちゃんの亡きを前に、運転手さんとそのご両親が座ってました。そしてしばらくすると、玄関のドアがカラカラカラと開く音が聞こえました。一体誰が訪ねてきたんだろう。そう思っていると、なんと、忠義くんとそのご両親が訪ねてきたそうなんですね。で、何でもこれから口移しの儀式が始まるっていうことなんですね。みんな神妙な面持ちで異様に黙りこくっています。運転手さんは一体何が始まるんだろうと思って、まあドキドキしながら待っていたそうなんですね。しばらくするとまた玄関のドアがカラカラカラと開く音が聞こえて、誰かがやってきた。すると現れたのは、怪しげな雰囲気がする一人の拝み屋のおばさんだったそうです。その拝み屋のおばさんはみんなに、これより口移しの儀式を始めますと言いました。そして忠義くんの亡骸の前に座り、その拝み屋のおばさんは懐から一枚の白い半紙を取り出しました。そして
ゆうじちゃん、ただよしくんの病気を持って行ってあげてや、持って行ってあげてや、と唱えながら、ゆうじちゃんの体をその白い半紙で撫で回したんですね。すると、なんと不思議なことに、ただよしくんのあのひどい皮膚病の症状がみるみる目の前で引いていくのが分かったそうです。拝み屋のおばさんはなおもただよしくんの病気を持って行ってあげてや、持って行ってあげてやと唱えてます。すると目の前でみるみるただよしくんの皮膚病の症状が引いていき、そしてその儀式が終わった後、すっかりきれいに治っていったということなんです。それは信じられない光景だったそうです。それからというもの、忠義君の一家は、ゆうじちゃんの月命日には毎月欠かさずお参りに行っていたそうです。運転手さんは、あれは目の前で見ましたからね、今でも不思議な光景でした。でも、その忠義君も、皮膚病が治った忠義君もつい先日亡くなってしまったんですけどね、とおっしゃってました。私は目的地に着いたので、運転手さんに丁寧にお礼を述べて、タクシーを降りました。という不思議なお話でした。私がこうちょっと集めてきた体験談の中で不思議な話を紹介させていただいたんですけど、私今でもこう、不思議な体験談は集めておりますので、もし皆さんの中で何か不思議な体験談とか持ちであればどうか教えてください。どうもありがとうございました。